はい、音声のことでございます。朝の東京やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。おはようございます。というところで、まず昨日は、夜上げさせていただいたんですけども、代表ガチャの方ですね。いや4年やってて初めてコンプしましたけど、こんなことってあるんだなっていう。あと、もう正直2本パーやるってこう言ったものの、全然絆がはまらなくて、まあたけし、あおい、まあでも皆さんご存知のように、たけし君はね、半年くらいでいなくなっちゃうんですよね。昔の2周年かなんかのたけしは結構ヒューガブーストとかでね、わざわざパーの人は結構長く使ってましたけど、でそう考えるとやっぱり葵くん一択なのかなっていうところで、葵くんがまあ持っとくと、まあ将来的には役に立つのかななんかをと思いながらも、でもこれ力ね、トーマチェックもそうですけど、力の去年の代表の葵くんの方が強くねとか若干思いながら、強くねっていうよりは使い勝手よくねとか思いながら、まあやって、まあね、一発目10連目でまさかね、ね、チャンスアップから出ると思わなかったんで、まあ、出てよかったなという感じであります。はい、さあ、でもね、本当に今回のこの11人のその、いや、属性染めは自分はいいかなと思ってるんですけども、属性染めにしては、例えば今まで属性染めだったらチームスキル高いんですよね、基本は。でも今回は属性染めにすることによってのメリットがあんまりないというか、で絆も微妙、チームスキルも微妙で、まあ、チームスキルに関しては、まあ、そこの属性のキャラクター借りてくればいいんでしょうけどね、ちょっとな、普通だったら、まあチームスキルや絆も含めて属性染めた分の恩恵っていうのがあるといいんですけど、なんか今回のガチャはいいね、ユーザーにね、優しくするためにオンラインで使えるキャラを減らすみたいな感じで、イベント用なのかな、今後でもね、やっぱりでも今絆とチームスキルしっかりしてなきゃいけないから、佐野くん、相田くんっていうのは若干使いづらいですよね。まあ今回のガチャでいけば。ただ、相田くんに関しては、メリットがあるといえばあるというような感じで、まあ例えばタイムアタックの時ですね。タイムアタックの時にドリブルの移動距離 7.5 倍なので、まあとりあえずね、シュート、B のカミソリシュートでもいいですから、積んどくことによって、相田くんね、取ってがっかりしてる人なんかは、まあタイムアタックで有効な、タイム出しやすい、ね、一つのファクターになるんではないかなと思ってますので、まあそれはそれでいいかなと思うんですけども、まあね、佐野くんに関しては今後その技の、なんだ、技の強襲で今速力速ってきてますから、技の何かが来た時に、まあ、入れていくというような形で、まあね、佐野くんに関して佐野くんとか潜在しても今すぐ使うわけじゃないからどうかなと思ってるんですけど、はい、まあ、ちょっとここに来てその選手設計チーム大丈夫かなっていう、これでこうゲームの企画、ゲーミング作る人たちと連携できてるのかなっていうのがちょっとね、本音のところですね。だって来週の月曜日来る、ね、中南米ガチャって、これエスパって工場なんですかね、ユニ的なところでロゴもないから工場っぽい気もするんですけど、どちらかというとこのメキシコの2人を取るっていうところで、でも楽しみにしてた人たちってパスカルとか、楽しみにしてた人いっぱいいると思うんですよね。でも今回は11人気されてしまって、まあ日野くんに関してはドリフェスのキャラクターがいるので、まあ、ドリフェスのキャラクターの中に何かしらこう恩恵が出るような、技とかついてればまたね、救いようがあったんですけど、決して能力的に弱くはないですが、じゃあオンラインのデッキに入れようとすると、そうですね、まあ佐野くん、相田くん、今回の日野くん、そして、なんだろうね、謎です。でそれでいくと水曜日に来ると思うんですけど、ビクトリーノの優勝ガチャに関してはもうね、チームスキル絆11人揃ったら絆がもらえて、なおかつ微妙な、今だと 4.5 とか4が主流なのに 3.5 というところですよね、確か。なんでなんかちぐはぐ感は拭えないなっていう気はちょっとするんですけどね。なんでですかね。
やっぱりこう去年とか去年はチームスキルにすごいビビってはしまいましたけど、ただ今年も結局あんまり去年よりひどいんじゃないかなっていう、その結局絆が、周年始まる前までは33から34くらいがまあ多かったのかな、スーパースターのねランクもやってると。でも今は結局絆が40を超えて42とかでよくお会いするんですけど、これ 8%、 そしてチームスキルが、ね、30チームスキルが最大 9% 上がるというところで、都合的にいくと結局まあ、チームスキル今後ね絆がもうちょっと増えるかもしれないですけど、まあ、19% くらい、は、周年前よりブーストしている形になるので、じゃあチームスキルに関しては前回はね3つ合わせて 15% ね、まあ、上がるっていう形でしたけど、結局は去年とあんま変わらないのと、去年よりシビアなのがあのキャラクター選んで絆が自分に合わないを含めて複雑な、ね、パズルをするように、で今回絆の制限が抑えられたことによってパズルめちゃめちゃ難しいので、ね、始めたばかりの人とかだとデッキの探り方とかね非常に難しいんじゃないかなとちょっと思っております。はい、なんでねこんな風にしちゃったのかなと、せっかくね序盤まあまあまあ悪くないかなと思うんですけども、はい、まあ、でもそこで今回ねあの25日そして30日というところで、まあ、25日はもう間違いなく3回に1回無料で日本と南米かな、欧州のガチャだと思うんですが、はい、まあ、今のところレビンが出てない、南米はディアスが出てないで、サンタナは出たで、多分そうですね、25日は自分の予想だと美咲くんと、シュナイダーは絶対フェスだと思ってるので、美咲くんと南米のキャラかな、まあ、ここでサンターナ来るのかまたロベルト来るのかというところかなと思うんですけど、欧州っていうね選択肢、欧州結構ねスペインも含めてスペインやってドリコレやってっていうところできて、まあ、今回はね南米と、南米のねあのそういえば潜在覚醒6月18日くらいって言ってたんですけどね、6月18日じゃないのかな、来週の月曜日なんですかね、潜在の方誰かね分かればコメントいただければなと思うんですけども、はい、まあ、いよいよ、本格的な4周年ね激しく入っていく状況なのかなと思うんですけど、今のところ即海外が、チームスキル 69% ね、今回買うことによって完成するのかなと思うので、それはそれでねまた去年同様即海外が先行して、チームスキルとか、育っていくような形なのかなとちょっと思っております。はい、さあ、今日はですねこの後、まあ、この朝トークが流れた後ですねハオワールに行って、ハオワール餃子王選手権とハオワールの城壁チャレンジっていうイベントをちょっとやってます、やる感じなので、まあ、このまま、はい、準備してやっていこうかなと思うんですけども、まあ、なかなかね結局緊急事態もお酒はなしで伸びそうというところで、なんとか、聖地ハオワールに売り上げ貢献できないかなと思いまして、今回ねイベントの方組ませていただいたんですけども、はい、まあ、ちょっと楽しんでまいります。はい、ね、誰が優勝するのかもそれもねまた楽しみだなと思っているんですけども、まあ、それにしてもね、まあ、なんだかんだ結局25日のね2キャラはどういうキャラクターで、結局超フェスと今回この25日が単純なねそんなに新キャラなくてまとめガチャっていうわけでもないと思うんですよ、そこまでキャラクターも出てないので。まあ、ただスペインと日本の1段目を取り逃した人に関してはピックアップとして入ってくる可能性もありますよね。はい、まあでもねそう考えると今回のその各ガチャ毎週来てると思うんですけど、ステップ10とかで、でランクまで使える、もしね自分のデッキにハマるっていうことを考えてもランクまで使えるキャラクターって結局4キャラいて2キャラとかっていう状況なので、まあ、このまま進めていくのかタスクフォースチームがねなんかいじって少し修正かけてくるのかどうなのかなというようなところかなと思います。はい、さあ、というわけで、ちょっと今日短いのかな、はい、ちょっと飲みすぎちゃってどんくらい喋ったかわからないんですけども、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは、良い週末を皆さん、ガロ打ちましたか、ガロで、ね、爆裂すればいっぱいガチャできますんで、自分もねどっか時間あったら早く打ちていきたいなと思っております。ちなみにトーマさんは爆裂しました。それではまた。